うちの中だとどんな感じなの？うちはそうですね、無口ですね、うん、お笑い番組とか見る？あの、フォークやるようになってから見ました。あ、なんかすごい突っ込むシーンが多いので、うん、今までは全然お笑いとか見るタイプじゃなかったんですけど、うんうん、ちょっとあの、どうやってこう突っ込んでんのかなっていうのを。あ、今の突っ込みの入れ方は明らかに手裏剣投げてんだけどね。突っ込みを、うん、勉強するために。空手チョップだね。え、あ、お家静かなんですか？うちの中で独り言は言うけれど。独り言？独り言は一応言うはするね。何言うんですか？あ、まず朝起きるじゃない、はい、朝起きた時に、はぁ、ダメかっていうことになる。何がダメなんですか？一応声を出してみる。何でもいいのよ。何でもいいの。何でもいいから、とりあえず思ったことを口に出すのに大事する、はい、起きてすぐに。おぉ、そうそうそう。あと、犬を飼ってるから犬に語りかけたりとかっていうこともやったりとかね、はい、うん、あとはなんかこう自分が何か失敗するたびに自分に罵詈雑言をこう浴びせるとかね、うん、忘れっぽいのよすごく。あの、今日もありえないんだけど、はい、俺手に iPhone 持って、はい、財布を持って、家の鍵を持って、はい、でテレビをつけっぱなしにしてるから、テレビのリモコンを持って電源を消して家を出ようと思ってて、はい、iPhone、 財布、家の鍵でテレビのリモコンを片手にずっと持ってて、俺10分くらいずっとリモコン探してたんですよ。ちょ、なんで出なきゃいけない時にリモコンねんだよっつって、くそーと思って見たらリモコン持ってて、これだから俺はって言って電源切ってワンコに行ってくるねっつって。こういうベタなことをね、毎日やっちゃうのね俺。うっかり屋さんなんですね。うっかりなんです。ダメなんです。財布を忘れたと言って家に戻って、はい、家の鍵をかけ忘れて外に出ちゃうので、うん、ダメなんです僕。あら、意外です。なんかすっごい、もうしっかりシャキシャキなイメージでした。でしょ、部屋が綺麗そうとか言われるんですけど、はい、全然です。もう僕の家の中は風の谷です。風の谷の、そうです。なんか、そうです、はい、あの、部屋の中入ると研究室では不快の森になってるみたいな感じになってます。そうなんですね。そうなんです、今日もまた印象が変わりました。はい、もう見る角度によって全然違いますから。あ、じゃあ360の顔があるんですか？そうですね、360と顔があるわけじゃないんだけれども、いろんな角度で楽しんでいただけるとね。はい、いろんな角度の。そうです、飽きさせませんよ。これからもよろしくお願いします。はい。